小島は、瀬戸内海のほぼ中央部、来島海峡の西部に位置する、有人島。愛媛県今治市に属する、来島群島を構成する島の一つ、離島指定。明治30年代に、日露戦争に備えて、芸与要塞が築かれ、遺跡が、島内に数多く残されている。面積0.50平方キロメートル、周囲3キロメートルの琵琶の形をした小さい島。 集落、船着き港は、島の南側にあり、2007年1月31日現在、21世帯、人口33人で、漁業、農業、海運業で生計を立てている世帯が多い。長らく無人島であったが、元禄時代に、近くの雷島から8世帯が移り住み、開拓した。いずれも来島村上水軍の末裔とされる。19世紀末、 東アジアでの緊張が高まり、政府は、ロシア海軍の侵攻に備えて、瀬戸内海への要塞建設を計画した。調査を命じられた陸軍の上原祐作は、小沢竹雄中将に随行し1889年に、欧州の要塞を、巡視、1892年には、瀬戸内の要塞適所を視察し、今治にも投縮した。1896年から翌年にかけて、 芸与諸島を調査、小島は多くの島と共に砲台が設置されることとなった。優作の調査に基づき軍事施設配置計画が立てられ、島の北部に砲台、司令塔、炭章塔が中部、山頂付近に砲台、発電所が設けられた。南部の集落の裏山には弊社、弾薬庫が計画された。南端の岬にも炭章塔と砲台が計画された。 1899年に建設が始まり、翌年3月に完成した。芸与要塞と名付けられて、海の守りについていたが、軍事上の理由で、当時の詳細な記録は残されていない。実際には、日露戦争には使われることはなかった。大正時代に入ると、飛行機による偵察が一般的となり、海の要塞の必要性が低下した。このため、 1922年放題は廃止されることとなり、当時の橋浜町では払い下げを希望し、1923年に払い下げが許可された。ただし、許可条件として陸軍機による爆撃演習の標的とすることとなり、1926年8月に陸軍機による二度にわたる爆撃演習が行われたが、当時は爆撃技術の習得途上でもあり、 確たる成果なく終わったと伝えられる。結果として砲台は破壊を免れた。その後、地元出身の実業家が公園として整備したが、太平洋戦争に入り利用されることはなくなった。太平洋戦争後は、食料増産の必要から、関係施設の多くは壊され、畑等に変えられた。食料事情が改善した後は、旧軍の施設として帰り見られることもなく、 アレルに任されていた。橋浜町は1955年に今治市に合併するが今治市になっても小島の格別の変化はなかった。しかし昭和40年代半ば頃から観光開発の機運が芽生え始め今治市も1970年に観光開発計画を策定、砲台土地への道路の整備、椿の植栽を行った。地元ではボランティアによる清掃。 草刈り等が続けられている。1994年には自然体験施設、風の顔ランド小島が開設されたが、2019年に閉鎖された。ありがとうございます。